こんにちは。12月になりました。いつか公開のコーナーですけども、今回もね、このシークレットなやり取りを今のうちに動画で撮っておいて、まあそのうちね、数ヶ月とか数年したら公開するんじゃないかなって形でございます。まあぼんやりと聞く方は聞いていただければと思いますけどもね、ご本人さんはついに公開されたのか、みたいな感じで当事者の方は思われると思いますけどね。はい。で、今回ですね、12月に入りまして、えー、11月の末に、ズーム対談をしたんですよ。 まあそこでは当然ですけども Zoom をやるってことはそこにプロモーションが私の場合入ってくるんですよね、まあ、それは私の塾生さんがセールスをこう打ち出す場面でもありますし自分の困ったっていう問題を解決するために期待をして Zoom に参加する方にこの商品があなたの問題を解決しますよっていうふうなマッチングの場なんですよ、まあ、それに対して私は何のコミッションも頂い,いてないわけなんですけども、まあ、私の即可塾に入ったらね、まあ、こういったセールスの場が希望すればいくらでも 訪れれるってこ,とこれが最大のメリットですそして熟成さんは熟成さんの商品を見たがるし熟成さんは熟成さんに善意でヘルプのね商品作るんで強い信頼関係があると思うんですよいい加減な人は私も紹介しませんしいい加減な人は買いに来ないと思うんですよねということで本当に信頼関係が結ばれる熟成内でのそのビジネスのやり取り受け取る方とそれからあ販売する方と まさにビジネスは提供と感謝だなってことを思わざるを得ないわけなんですけども今回ねズーム対談をさせてもらって売り上げが30万1個上がりましてプラスでまた10万っていう売り上げも上がったそうなんで目標は達成できたということになりますねだから目標ってのはの達成するためにありますからねそしてここで終わるんではなくてまだ目標の設定期日っていうのが残されてますんでそちらの方でもプラス10万とかね 30万とか上げていけるようにさらにさらに力を込めていただければと思います今回売れたことの実績が次の販売を呼びますからねああそうなんだズーム対談でやっぱり商品に魅力があると思って買った人がいるんだだったら大丈夫だね自分も買おうかなっていうふうに他の人が買うから自分も購入動機になるっていう方がいます誰も買わないから自分もちょっとやめとこうかなっていうね気持ちが起きるのと同じなんですよですんで、すここういったことも、 きっちり売れましたよと、正式に契約が取れましたってことは、すぐに表現するような、まあ、感謝の YouTube をアップロードするのは私の超おすすめでございます。と言いながら私がね、じゃあそれを細かくやってるかっていうと、私の場合はもうできなくなってきましたんで、数が多くって、<laughs> やっておりませんけどもね、たまに昨日もミュージカルありがとうございますみたいなことを、あのライブ放送で話すことがある程度になってきました。はい、そしてですね、 コンテンテツの管理なんですけどもやっぱりね私の懸念した通りですけどもあのメディアっていうのは一個やるのが精一杯で複数やるともうバランバラランになるわけですよそうなると結局全部に対しておろそかになるんで私はね力量っていうものを測りながらやっていく中でもうね続けることを目的にするんじゃなくて。 良好なサービスを点点集中2点集中中することをやっぱりぶらしちゃいけないんで今回ねいろんなメディアを切り捨ててこれだけっていうふうにしたのはとってもいいことだと思います私も結局そのメールマガジンで皆さんに情報提供してるんですけども FX オリガルヒっていうのはまた独自にあのメディア運営してるんですよねまあそうなると更新するたびに配信するっていうのはもう即可塾の方だけで精一杯ってことが分かっていましたので FX オリガルヒっていう別のコンテンツに関しましては自分がね自発的に 情報を取りに行くんだって方で固めてるんですよ。だから連絡があれば勉強するよっていう方はもう最初から排除していて、いや自分から意欲的に取り組みたいから、それこそね、毎日見たい、毎週見たい、4時間に1回見たい、1時間に1回はチェックしますよっていう方を、こう、FX ゴリラフに来ていただいてるんで、かなりモチベーションが高いコンテンツになってます。まあなんですね、あの、自動的に勉強しようとかね、身につけようっていう方じゃなくて、積極的にやりたいっていう方で、本当にコアなメンバーで囲ってますので、ここはね、なかなか、 いいコンテンツになるんじゃないかなと思いまして、FX オリガルヒにつきましては、令和5年1月1日が正式なリリースなんで、プレセールっていうのはね、あと1か月になってきます。ですんで、こちらの方は、もう1回ぐらい、特別科学でのご案内をしようかなと思いますけどもね、クリスマスプレゼントあたりになるのかなと思います。はいで、続きですけども、あ,のある YouTuber さんを見ていて、一点集中しないとダメなんだってことをね、これはね、本当に、誰の例を見てもほとんどそうなんですよ。一個をやるのが精一杯です。 でも私たちは1個だけやってれば合格点ってことにはならないんですよ。だからこの辺に早くね、2点目、3点目、4点目っていう柱をもう十を無尽にね、全方位で両立できるようにする力量が問われてるわけなんですよ。まあ特にね、まあ学生時代は思い出していただきたいんですけども、学業と部活の両立ってこと言われましたけども、その頃はそれが精一杯なんですよ。2つを両立ね。場合によってはもう1個だけ。もう 野球部に入って甲子園目指すやつはもうね授業中寝てるみたいなそんな感じにもなるの仕方がないかなと思いますけども今私たちは家庭プライベート自分の人生将来設計過去の生産いろんなことを同時にやらないといけないんですよねその中であえて自分からいろんな管理を増やしていけばそれは成り立たなくなっていきますんで私もね今会社を3社経営してるわけなんですけどもでもここにはね従業員がいないっていうそういった利点があるんですよ 従業員がいないから全部自分の判断でできる場合によっては停止することもできるんですよ従業員に払う給料や人間を管理するコストそれから人材育成というものが全くないんでできるんですよねでも社員がいる時ってそうですね最大で26人そしてアルバイト込みで100人ぐらいを扱うのがやっとというか扱えなかったんでその会社店はなくなったわけなんですけどもね でですんで今回ねインターネット上にブログやそれからメールマガジンとか,か YouTube チャンネルとか Twitter とかさまざまなメディアを管理するっていうのはさまざまなお店を管理するのと同じなんでもう力量の超えたようなことをやるとね最初は勢いがいいんだけどもだんだんね1週間ぐらいしたら続けるのが苦痛になってきてやめようかってことになるんですよその場合は全部をやめちゃいけないと最低限 YouTube だけ残すんだって YouTube だけをやって他は全部やめていくそしてまたね両立できるようになったら2つ目3つ目を増やしていけばいいしそれから毎日じゃなくてもね 一週間に一回ブログを更新しますみたいな形でもいいと思うんですよ。そしてそのブログの更新っていうのは、あの自分の気になった動画だけ取り扱いますとか、気になった記事だけを上げますみたいな、ダイジェストしてもいいと思うんですよね。だから、何か動画を更新するたびに、メディアを更新するたびに、ポータルサイトを更新っていうのは結構きついですから、私はそれを毎日やってますけども、やっぱりこれはねあの、なかなかね、きついと思いますよ。私はそのペースをつかめたんでいいですけども、このペースつかむのに、私も5年ぐらいかけましたんでね。 うん2013年から即価値化始めて今の形になったのは2017年ですからねですね5年ぐらいかけてポータルサイト運営ってことになったんですよ、うん、更新するためにポータルサイトも入れ替えなくちゃいけないしそれからポータルサイトのメモリがいっぱいになったら別のポータルサイトを作り替えないといけないってこともあったりねなかなか楽しくやらせてもらってますけどね一点集中が正解だと思いますはい、えー、じゃあ以上のような形でいつか公開は終わりかな はいじゃあまた次回5日公開のコーナーでお会いしましょういってらっしゃい